ジョン・フィッシャーは、イングランドの聖職者。カトリック教会、聖公会で聖人。イングランドのビバリーで生まれる。ケンブリッジ大学で学び、人文主義的教養を身につけた。1501年に、ケンブリッジ大学副総長。1503年に、進学教授。翌1504年には総長に就任した。また同年、イングランドをヘンリー7世によりロチェスターの死去に命じられた。 フィッシャーが大学を指導した時代は学問研究が盛んであり、1505年にヘンリー・七世セの母、マーガレット・ボーフォートの支援で、クライス・ツ・カレッジ、1511年には、セント・ジョンズ・カレッジがそれぞれ設立された。また、人文学者エラスムスを同大学へ招いたのも彼で、あった。ヘンリー・パスの離婚問題が生じたとき、トマス・モアと共に離婚に反対した。また、 王がローマ教皇を頂点とする教会から分離して、自らを主張とするイングランド国教会の設立をしようとした時も反対の立場を貫いた。そのため、ロンドン島に反逆者として監禁された。国中、ヘンリー・パッセーが再度、国教会の主張として自分を認めるよう強要したにもかかわらず、フィッシャーは教皇に応じなかったため王の怒りを買い、斬首刑に処された。 首は、ロンドン教場でさらされ、遺体は、ロンドン島内に葬られた。ローマ教皇パウルス賛成により、数奇教に助任する通知がイングランドに届いた、直後の処刑だった。1886年、モアと同時に、教皇主義権援護の殉教者として列服され、死後400年の1935年には、モアと共に劣勢され、成人となった。ありがとうございます。